はい、どうもこんにちは、RYGです。今回紹介するヨーヨーはこちら。ヨーヨーメーカー、ポップループ。ポップループのボディ形状はノーマル形状。レスポンスはスターバースト。ベアリングはサイズ C ベアリング。スペーサーはポップループ専用、サイズ C 用打ち支え金属スペーサーが付いています。そして標準状態で厚みの同じ金属バッシャーが4枚ボディに入っています。そしてパッケージの紙の内側に金属ワッシャーとは厚みの違うプラスチックワッシャーが2枚付属しています。重量は 49.9g、 直径は 79.96mm、 幅は 29.02mm です。ボディは主に PLA でできています。ポップループを回した感じはこんな感じ。プラスチック特有のちょっとしたブレはありますが、プレイにそこまで大きな影響はないのかなと思います。そして引き戻しです。このポップループは日本の 3D プリンターならではのユニークなヨーヨーを作るヨーヨーメーカー、ヨーヨーメーカーから出た超大型直径 80mm のループイングヨーヨーになります。そんな 3D プリンターでできた超大きいループイングヨーヨーがまず設計される作られるきっかけとして、2004年2010年ヨーヨー世界チャンピオンの大西翼選手のパフォーマンスで目立つ大きなループイングヨーヨーを作れないかっていう依頼のもと、ヨーヨーメーカーさんがその要望を応える形でこのヨーヨーが作られました。今までの直径の大きなヨーヨーっていうと、少し直径の大きな引き戻しのヨーヨーであったり、スタイル上大きい方がトリックのしやすいオフストリング用のヨーヨーであったり、パフォーマンスで使うように直径の大きくなったバインドのヨーヨーであったり、直径の大きなヨーヨーというとどれもバタフライ型のヨーヨーが多くあって、ループイングヨーヨーで直径の大きなものっていうのを挙げていくと、直径が 64mm のヨメガのネビュラ、そして直径 61mm のハイパークラスターのフラッシュフェンリル。通常のループイングヨーヨーと比べても、そこまでめちゃめちゃ大きな直径のループヨーヨーっていうのは今までなかったんですけど、そんな今までないジャンルの大きなループイングヨーヨーが欲しいっていう要望で作られたこのポップループは、直径が 80mm 近くあって、オフストリングヨーヨーと比べても同じぐらい、場合によってはそれよりも大きいぐらいのめちゃめちゃ直径の大きいループイングヨーヨーになっております。ノーマル形状の直径の大きなヨーヨーっていうのだけで見ると、 3D プリンター製の中が固定軸であったり、戻ってこないであろうデザインになっていたり、逆にスリープしないようなヨーヨーっていうのはたまに見るんですけど、このポップループはパフォーマンスで使うために大きなループイングヨーヨーが欲しいっていう要望で作られたヨーヨーなので、ただ直径が大きいっていうだけではなくて、ちゃんとヨーヨーとして使えるだけの性能がある。他のね、直径の大きなノーマル形状のヨーヨーと比べるとトップクラスに性能の高い、ちゃんとループザループがやりやすいボディデザインになっております。通常のループヨーヨーと比べても比較対象にならないくらいめちゃめちゃ大きな直径になっているんですけど、ただ直径が大きくなっているだけではなくて、おそらく直径が大きくなったことに伴ってループをした際のコントロール性能も考慮して、ヨーヨーのギャップの部分を見てもらうと、溝の幅の部分を見てもらうと分かりやすいと思うんですが、少し角度のついた、すごい極端な話を言うと、バタフライ型形状をめっちゃ縮めたみたいなボディ形状になっていて、このね、エッジの形状のおかげで、おそらくね、直径とループの軌道のコントロールのしやすさっていうバランスをうまいこと取っているんじゃないかなと思います。そしてさらに、直径は大きくなっているんですが、重量は 50g 台と、通常のループイングヨーヨーと比べても、ほとんど大差がない。まあ逆に言えば、大体今のループイングヨーヨーは 51g 台なので、重量的に言うと、ポップループの方がちょっとだけ軽くなっている感じはするんですよね。おそらくこれも直径の大きいループイングヨーヨーっていう要望に応えるための設計だと思っていて、やっぱり直径が大きくなるとどうしてもその分ね、体積が増えるので重量は重くなりがちなんですけど、ループイングヨーヨーの場合は重量が重いとループザループをした時の指にかかる負担、手首にかかる負担がすごく大きくなるので、直径が大きくなっても重量を変えない、これもループのしやすさというよりもループを長く続けられるような工夫になっているんじゃないかなと思います。そしてベアリングにはサイズ C ベアリング、他のループイング用と比べるとかなり大きいベアリングが採用されていて、通常のループイング用の主流は K サイズベアリングっていう結構小さめのベアリングが採用されていることが多いんですけど、ループ用用には珍しい大きいベアリングを使った理由として、これもおそらく直径が大きくなってループの軌道が変わったことでの、その対応策としてベアリングも大きくする、
それによってのサイズ C ベアリングを採用したっていうことなんじゃないかなと思います。そしてこのポップループに使われているベアリングはフラットベアリング、中央部分がフラットになっているベアリングになっていて、ベアリングの状態もオイルがしっかり入ったベアリングが搭載されていて、ループザループの性質的にベアリングにねオイルをつけていないとベアリングがすぐにへたってしまうので、ループングトリックに適したセッティングのサイズ C ベアリングが入っています。そしてサイズ C ベアリングということで、サイズ C 専用の金属スペーサーがもちろん入っているんですが、その外側に標準状態では片側2枚ずつ合計4枚の金属ワッシャーが入っていて、ワッシャーを4枚入れた状態だと適度に幅が広くなって、スリープの伸びの良さと戻りの強さのバランスがちょうどいい、引き戻しに近いようなセッティングになっていて、ループトリックをやりやすくするには片側のワッシャーを1枚抜いて、ワッシャーが3枚入った状態でボディを締めるとギャップ幅が狭くなって、ストリングをね少し太めのキティストリングでいうとファットぐらいのね少し太めのナイロンストリングを使うと、ループコントロールのしやすいギャップ幅になって、ループザループダブルループなんかも比較的やりやすいセッティングになります。そしてさらに本体に入っているワッシャーだけではなくて、パッケージの紙の内側部分に 3D プリンター製の PLA でできた金属ワッシャーよりも少し薄いプラスチックのワッシャーが入っているので、本体に入っている4枚の金属ワッシャーと2枚のプラスチックワッシャーを使って使うストリングとか、まあプレイスタイルによって、まあさらに細かなね、ギャップ幅っていうのも調節できるようになっているんじゃないかなと思います。そしてレスポンスシステムはスターバーストレスポンスが採用されていて、サイズ C ベアリングの容量としては結構珍しいんですよね。他の容量で見るとダンカンのバタフライ XT とかヨーヨージャムのプロジャムとかしかなくて、このベアリングとレスポンスシステムの組み合わせの容量が結構少なくて、直径の大きなベアリングにスターバーストレスポンスっていうこの組み合わせが結構作るのが難しいらしくて、最近の用の多くは細かな調整のしやすいシリコンパッドレスポンスを採用していることが多いらしいんですが、このポップループはそこをあえてスターバーストレスポンスを採用していて、ループザループをした時の戻りの感覚っていうのが他のルーピング用と大きな差がない。ループング用は特にね、戻りの強さと戻りの感覚っていうのが重要になるので、戻ってくる時の感覚っていうのもね重視して、サイズ C ベアリングなんですけどスターバーストレスポンスを採用したんじゃないかなと思います。そしてこのポップループに使われているレスポンス、スターバーストのこの部分別パーツで作られていて、ポップループのボディ本体は、まあ、プラスチックの糸みたいなのを積み重ねて作っていく FDM 方式って言われる、まあ、3D プリンターで作られているんですけど、このねレスポンス部分のパーツは液体のプラスチックを光で固めて形を作っていく光造形っていう作り方で作られていて、 3D プリンターの性質上光造形の方が、まあ、比較的 FDM 方式よりも精度が高く作ることができるということで、ボディ本体とレスポンスを分けて作って高精度に出力することのできる光造形の 3D プリンターで作ったからこそできた、戻りのシビアなループ用にも使えるサイズ C 用のスターバーストレスポンスになっているんじゃないかなと思います。そしてさらにもうお気づきかとは思うんですけど、ボディ本体からレスポンスを外すことができて、ボディ内側レスポンスのハマるくぼみのね内側部分に溝があって、レスポンスのパーツにもここにね爪が出ていて、ボディにあるくぼみとこのね爪が引っかかることによってレスポンスが固定されているだけなので、簡単にね取り外しができるようになっていて、もしかしたら今後ね高さの違う感覚の違うスターバーストレスポンスとか交換用の他の種類のレスポンスパーツとかが登場してくれると個人的に嬉しかったりします。そしてレスポンスとねボディが外せるだけではなくて、ボディ本体とキャップ部分も分割することができるようになっていて、 3D プリンター製なので個体差があるかもしれないんですけど、結構ね精度よく作られていて、ちゃんとはめればね不意に分解するっていうこともないですし、さらにキャップの内側部分にアクセルをつけるような構造になっているので、キャップ同士でねボディ本体を押さえているような形になっているので、ヨーヨーをね回している最中にヨーヨー同士がぶつかって、まあ、分解しそうになってもキャップ同士でしっかりねボディを押さえているので、空中分解する可能性も非常に低くなっているんじゃないかなと思います。そしてボディとキャップが分かれる構造になっているので、もしかしたら今後ねボディ本体の色が違うものとか、キャップがクリアのものとか、キャップの形の違うものとか出てきてくれたら、組み替え用としても可能性を秘めているので、ループイング用としてのデザインもすごいですけど、 3D プリンターで作るヨーヨーのパーツの可能性も感じさせてくれる、今後に期待したくなる非常に面白いボディデザインになっております。
そんなちゃんとデザインされた大きなルーピング用ポップループを使って少しトリックをやっていきたいと思います。まずは金属ワッシャーが4枚入った状態、標準状態で回していきます。まず投げ出しの感触としては意外と普通なんですよね。もちろん直径が大きいので握り心地が他のルーピング用とは全然違うんですけど、投げた感触としては意外とね、癖もなくスルッとストリングがほどけてくれますし、ちゃんと回転もかかってくれますし、持ってくる時の感覚もそこまで癖はなく、引っ張られる感覚なんかもなく、素直にね、思い通りに持ってきてくれます。そしてこの状態であれば意外とね、ギャップ幅が広くなっているので、ある程度ストリングトリックもできるようになっております。ただノーマル形状のようですし、ほんのちょっとねトラピーズ移行幅が広くはなってはいますけど、ストリングのね扱いに、ヨーヨー本体の扱いに注意しないとストリングから落ちてしまったりね、スリープロスが激しかったりするので、このあたりではね、まあプレイヤーのテクニックにかかっているのかなと思いますが、よいしょ、ストリングトリックもまあある程度はできるようになっております。ただ本当にね、ストリングの扱いに注意しないとすぐに傾いたり減速したりね、直径が大きい分ね、ヨーヨー本体のね傾きのコントロールすごく難しくなっているので、まあこれはこれで一種の縛りプレイとして、引き戻しのようとしてね、面白い面はあるので遊んでいて楽しいですけど、何も考えずにただただ触れるヨーヨーっていうわけではもちろんないですね。そしてね、この状態でも、まあ、ある程度ね戻りは強くなっているので、まあ、ループザループもちょっと大振りになりますけどできます。でこの状態であればスリープもねある程度してくれるので、このままアラウンドザワールドみたいなこともすることができます。結構この状態でも面白いですね。ではお次はワッシャーを1枚抜いて金属ワッシャー3枚の状態でルーピングセッティングでトリックをやっていきたいと思います。入っている金属ワッシャーがそこそこの厚みがあるんで、1枚抜くだけでも結構ギャップ幅が変わって戻りの強さが全然違うんですよね。この状態だとなんとか勢いを殺したり遠心力をかければスリープはしてくれるんですけど、そんな簡単にロングスリープができるっていうわけではなくて、戻りが強くて戻りの反応もいいので、ループザループがすごく綺麗にできる、そんなセッティングになります。直径が大きくてベアリングサイズも C サイズベアリングが入っているんですけど、ループの軌道がすごく綺麗で前方向にちょうどよく、スパスパと、タイミングよく結構スムーズに綺麗に飛んでってくれるんですよね。なのでループの軌道もすごく綺麗で、今までね引き戻しのちょっと直径の大きいようでループザループをするとなると大きい軌道を描いたりとかしていたんですけど、このポップループなら結構ね、鋭くシャープに、はい、かっこいいループの軌道を描きながら、はい、ループザループすることができるので、さらにねうまいこと遠心力をねかけてあげればスリープもしてくれるので、ループでループしてアラウンドザワールドみたいなこともできるようになっております。そしてもちろん2つ用意すればダブルループもできます。これだけ大きいヨーヨーがね、こんだけスムーズに綺麗にダブルループができるっていうのもなかなか面白いですし、ダブルループってねトリックの性質上ねすごく派手でね、見た目のインパクトは結構強いんですけど、でもヨーヨーの直径がね今まで大きくなかったので、ちょっと距離が離れるとね何やってるかわからなかったんですけど、これだけね直径の大きなヨーヨーでダブルループをすれば、はい、トリック的にもインパクトがありますし、ルーピングトリックのしやすさとね、トリックの見えやすさ、ヨーヨーの見えやすさっていうバランスをちゃんととっていて、面白いヨーヨーを作っているっていうだけではない、ヨーヨーを作る技術がちゃんとあるヨーヨーメーカーさんだからこそできたヨーヨーなんじゃないかなと思います。ちなみにプレイスタイル上あんまりおすすめはできないんですけど、サイズ C ベアリングということでベアリングを出ししてよく回るようにすると、まあもちろんその分スリープの伸びは良くなるので、ワッシャーを4枚入れて引き戻し用として使うようにすると、トラピーズ有効幅のめっちゃ狭い、直径のめっちゃ大きい、かなりちぐはぐな面白いヨーヨーになります。結構戻りがね弱めになるので、上から落としながらであれば引き戻しで戻ってくるんですが、引っ張っても戻ってこないのでラセレーショントリックなんかも頑張ればできる、そういった性能になるので、あまりにも複雑なねストリングトリックとかはできないんですけど、こういったねジャイロとかできた、イーライホップとかね簡単なストリングトリックならできる性能があるので、これはこれでねまた違った楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。
まあもちろんルーピングがやりやすい、性能が高いと言ってますけど、ヨーヨーのサイズがめちゃめちゃ大きくなっているので、大会に出るようなダブルハンドルーピングトリックをがっつりやろうと思うと、通常のねルーピングヨーヨーの方が圧倒的にやりやすいので、ルーピングトリックを極めたいっていう人にはおすすめできないですけど、人前でヨーヨーをやる機会がある、面白いヨーヨーを触ってみたい、他の大きなヨーヨーとは全く違う路線で性能を極めた大きなルーピングヨーヨーになっているので、他のヨーヨーとは違った楽しみ方もできるんじゃないかなと思うので、面白いヨーヨーとして遊びのヨーヨーとして持っていてもかなり遊べるヨーヨーになっているんじゃないかなと思います。そしてヨーヨーメーカーさんの作ったヨーヨーということで、前作の3ディープやザグリと同じように中に入っている紙の内側部分に QR コードと URL パスワードが書かれていて、ここにアクセスするとこのポップループの詳細な説明や 3D データを見ることができるようになっているので、3D プリンターを持っている場合は FDM 方式の 3D プリンターを持っていればポップループのボディを作ることができますし、光造形の 3D プリンターを持っている場合はポップループのレスポンスシステムを作ることができます。ルーピング用ということで、色や材料によってのフィーリングの違いっていうのをはっきりと楽しむことができると思うので、実際に 3D プリンターを扱えるっていう人は自分好みのポップループっていうのも新たに作り出してでも楽しい、面白いんじゃないかなと思います。近年 3D プリンターがかなり普及してきて、 3D プリンター製のヨーヨーっていうのも出始めてきてはいるんですけど、このねポップループは 3D プリンターだからこそできたボディデザインになっていて、そして 3D プリンターで作られたヨーヨーだからこそ今後の展開なんかに期待もしてしまうぐらい、大きなルーピングヨーヨー、パフォーマンス用のルーピングヨーヨーっていうだけではない、遊んでいて楽しい、遊びのヨーヨーとして見てもかなり面白いヨーヨーになっているんじゃないかなと思います。はい、以上でヨーヨーメーカーポップループの紹介でした。